おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も蛇の命ハードモードの続きをやっていきたいと思います。前回はね、激アツな展開になりまして、今までね、ヘビメタくんから、ポイズンスネークくんに、ポイズンスネークくんからムカデに、ムカデからオカミさんに、オカミさんからヘビ従業員にっていう風にヘビボールがね、渡っていってたんですけど、最終的にヘビ探偵の元に来るという。そう。これでブラックドクターとの全面対決ができるってわけですよ。これはテンションが上がりますな。ということで、まず探索だね。今回の探索モードからやっていこうと思います。ほい。玄関の雪崩が溶けるどころか逆に固まっちゃってるみたいだね。そうなると脱出方法は裏口の金の扉しかなさそうだよ。うん。刑事さんの助手、ブラックドクターは命の研究に余念がないそうよ。だけどやってることは命とは真逆の検視業務だから謎が深いわね。ヘビボール同士には共鳴作用が働くらしいね。いや、まあ結構この辺のね、お客さんたちが重要なことを言ってるね。ムカデくん？なに、探索するにも鉄格子が多すぎてめんどくさいだと。1万ゴールドで証拠品探してきてやろう。ありません。ないので頼めまへん。あ、これはもう喋った。で、いろいろ販売とか受け付けるよ。ありがてえ。換気アイテムないね。まあ故障しているでしょ。じゃあ探索しますか。この雪崩ってさ、本当に雪崩なんだろうかね。だってさ、なんだっけ、ヘビメタくんがさ、おかしいなーって、外はなんか雪降ってなかった気がするけどなーみたいなこと言ってたじゃん。最初、一番最初ね、ハードモードの。だからこの雪崩が不自然なんだよね。で、今回消えた部屋が冷凍倉庫っていうわけで、あれかな、なんか冷凍倉庫にこう昇降機能とかがついてて、これがもう完全に冷凍倉庫の中身みたいな。いやー、まあ、部屋じゃないから違うか、なんかようわからんのよな。このなんか雪崩が全部雪だるまで表現されてるのも意味わかんないしさ。だしこの一個欠けてるっていうのが、なんだろうな、欠けてるのか、それとも、欠けてるでミスリードなんだから、逆転させたら、埋まってる？雪崩がなんか逆に固まっちゃってるって言ってるってことは、雪崩がこう増えてって言ってもおかしくないよね。でもそれが増えてるからって何だって言うんだって感じなんだけど、まあとりあえずじゃあ最後のバールとかを買いつつ、いろいろ探索しろってことだよね。行くわ。あ、そうか、ここだよね。ここ前回行けてないから、でここの情報が出るんだわな。でヘビボールがいっぱいあるなーっていう。で、これはなんだっけ、これ。この、これこれ。電力操作、電力制御装置は、旅館の電力を攻撃力換算で1から9まで制御可能。そうだそうだ。で、ここに電話機がある。これなんだ？あ、こんなところにドアあったんだっけ？あ、でもなんもね、あー、金が落ちてる。やった。50ゴールドがしけてんな。で、これ何なんだろうね、結局。これ。これよくわかんない。これはあれでしょ？電磁ドリルが爆発じゃねえわ。激突した後でしょ？で、こっちが、あ、ほんとだ、ほんとだ、消えてるわ。なんかここあったよね。いけないじゃん、ここ。どうすんの？前ここ通れたはずだよね。あー、そう。で、電話機はつける、使えるんだ。デリバリー。シェフ不在のため、うわー、つら。で、ここは、あれだよね、金の鍵じゃねえ、マスターキーがないから開けれなくて、マスターキー、あれだよね、逆のドアの方にあったはずだよね。あれか、あれだ、食堂？
食堂の方にも地下に降りられるとこあったから、そっちから行くのかな。まず何が必要かをね、見てからだね。おー、なんかパスタ、パスタ違う、パンケーキだったわ。そうか、ここに行く必要がある。あー、で、最後のバールが必要なのか。なるほどね。消火器が必要。消火器と、最後のバールが必要。ちょっと通れないんですけど、ちょっと消火器3つ。バール、あ、ちょ、ま、ちゃいますわ。ちゃいます。バールが3つ。で、あ、最後のバール買えなくなっちゃった。どうしよう。あれかな、ムカデのところに金ないかな。ちょっと見に行くか。戦う。で、プレミア効果。あ、ちゃうねん。16時間もプレイしてんのか、もう。で、こっちの探索もしよう。おー、いいじゃん。ムカデくん、ナイスすぎる。あ、違うな。ムカデくんのところにあるわけじゃないな。ちょっと、あれだ。これだね。これを使うんだね、多分。ちょっと。ネズミくん、邪魔です。で、どうすればいけるかな？あれ？これどうやって行くんだ？あ、なんだ、普通に取れるんかい。1万ゴールドしかもあったし。これで、ね、ムカデに任せてもいいよってことね。あ、なるほどね。いや、でもせっかく買ったから自分で探索しに行くよ。これで、消火器でしょうか？消火器でしょうか？消火器で。消化。で、これ食べるか。うわ。あ、消化器に？マリだ。あー、飛び越えたいわ。マリ破壊。戦う。食べる。あ、食べないのか。あー、困ったね。よし、死んじゃう。アイテム、ちょっと。薬草使おっか。薬草なくなった。ポーション、エリクサーがまだあるから。戦う。で、食べよう。あれ？あ、そうだった。換金アイテムまとめて換金。4500、いいね。で、購入。もうめっちゃ金持ちになって、いきなり。最後のバールを購入と。で、消火器買っとくか、もう一個。OK かな、これで。消火器二つあるから、これで全部取れたね。はい、すっきり。綺麗さっぱりすっきり取れましたわ。で、ここで、最後のバールで破壊と。セーブしたい。セーブある。あ、なんか、最後のバールまだ使えるとこある。なるほど、セーブ。あー、最後のバール必要か。ちょっと取りに行きますか。さて、さあ、開けましょう。最後のバール。金。プレミア効果。うわ、もう一個必要じゃねえか。あと二つ必要だ。あー、ここにマスターキーあるわ。あと二つね。オッケー、買いに行きましょう。厳重すぎるだろ。最後のバール使いすぎ問題。はい、開けました。で、これはどかせる？あ、どかせないのか。マスターキーね。で、これどかせない。なんで？どかせるわ。電話相談。ハードモードでは冷凍倉庫が消失しているためマスターキーの入手が困難。食堂側の地下ルートから回る場合は最後のバールが4個。あ、なんだ、教えてくれるんや。資金入手方法やさらに楽なマスターキー回収方法は攻略情報で。ちょっと聞いとこうかな。ハードモードではヘビ従業員が超電磁ドリルを取り外してこなかったためドリル売却は不可。
最後のバール4個分の資金はムカデの部屋に雑なへそくり過去前回払った分を奪還すれば簡単に回収可能です。さっさとストーリー、あ、なるほどね。でこっちには行けるが、これなんなん、これこれ調べられない。結局この丸々消えてるね本当に。あーってことで、あっち側に回るか。マスターキーゲットしたしね。じゃあマスターキーで開けますか。だってあそこ完全にブラックドクター塞いでたもんね。ここ開けちゃうもんね。願い事を叶えるには攻撃力換算で30のエネルギーを一点に集める必要があるようだ。すべての証拠が見つかりましたと。オッケー。はい、じゃあヘビ従業員に話しかけます。あ、その前にドクターにも話しかけとこう。ヘビボールをさっさと渡すのだ。渡しません、バカバカ。うん、謎が解けたの？謎は解けた。皆さんを集めてください。あ、ちょっと待って、その前に一応こっちのVIPルームも見ておこうかな。あ、いけないんか、なるほど。じゃあ謎は解けた、皆さんを集めてください。それじゃあみんなを集めるよ。推理パートに突入します。推理パートファイナル後半戦。みんな集まったよ、最終決戦の予感だよ。真犯人はあの刑事で決まったんじゃないのかい？いろいろと謎が解明されたらしいよ、ヘビ探偵が言ってたよ。却下だ、これ以上ヘビの探偵ごっこに付き合ってる暇などないからな。推理することで脱出の手がかりが見つかるかもしれないよ。今さら話し合うこともないだろう。真犯人の刑事は死に、事件は解決したのだよ。うわ、戻りてー、宿泊部屋に。いや、まあ意義ありですわ。開幕だよ、最後の聖戦だよ。事件が解決してないなら誰が黒幕だというのだね。この事件の黒幕は助手かっこブラックドクターお前です。え、助手の方が黒幕なの？割と序盤から黒幕してたから驚くほどでもねえがな。バカバカしい、助手が黒幕などと立場的に考えて無理があるだろう。うーん、確かに上司の刑事に役立たずとか怒られていたしね。刑事が助手に怒っていた理由は、わからない場合は逆転の発想で OK。 助手が役立たずだから、助手に全ての推理を任せていたから、助手に出番を取られていたから、これだね、全ての推理を任せていたから。それじゃあ今まで推理してたのは刑事じゃなくて、すべて助手の助言ってこと？つまりあの刑事はただのかませだったってわけか。なあ、仲間が増えてよかったな。かませだろうと上司なのだから怒るのは当たり前だろう。怒る上司はすべて部下任せの上司なのか。怒るにしても今回の事件では特に刑事が怒ってたな。殺人事件なのに推理がいつも以上に雑だったからね。っていうか、ハンターのネタバレ暴露が原因だったように思えるがな。助手の推理がいい加減になった理由は、事件の難易度についていけなくなったから。名推理しても助手の手柄に、違う、刑事の手柄になるだけだから。名推理するほど黒幕を特定されてしまうから。周回プレイヤーだから。まあ、周回プレイヤーだからっていう可能性はありますが、ちょっと言ってみたいな、周回プレイヤーだからって。監禁騒動の面では旅館と警察がリピーター勢だから雑になるのは仕方ないよ。はあ、そうなんだ、ダメージ受けないんだ、ダメージ覚悟で言ったんだけどな。まあ、名推理するほど黒幕を特定されてしまうから。そうだよ、自分が真犯人なら名推理するほど不利になっちゃうよ。それじゃあ役立たずに徹するしかないね。あの刑事は長年無敗の刑事と呼ばれていたのだよ。死人に口なし、今さら覆るものではない。無敗の刑事と呼ばれていた本当の理由は、助手は、刑事は助手以上に優秀だから無敗。刑事は何もしてないから無敗。刑事は出番がなかったから無敗。刑事は何もしてないから無敗なんですね。それじゃあ、無敗というのは全て助手の力だったってこと？正しくは、無敗の助手と眠りの刑事の関係だね。あの刑事が本当に無敗ってことは、結局本当に数字は嘘をついていなかったよ。バカバカしい、助手が推理していたとして助手に何の利益がある？手柄は全て刑事のもの。助手に回ってくるものといえば
検視用の死体ばかり。利益が釣り合っていないではないか。黒幕ブラックドクターが刑事の推理に加担する理由。報酬をもらっている、弱みを握られている、検視そのものが目的、ギフトをもらっている。検視そのものが目的です。検視、死体の検視自体が目的。何を言い出すかと思えば、ハイエナじゃあるまいし、死体を漁る趣味などないさ。それに検視といっても、この旅館で出るのは蛇の死体ばかりだよ。人間の死体なんて今回の騒動が初めてだからね。ブラックドクターが検視する目的は、本当は人間の死体目当て、蛇の死体だけが目的、蛇ボールが目的、これでちゅ。蛇ボールの突きつける方法を選択してね。蛇ボールを証拠品として突きつける。蛇ボールを時速150キロでブラックドクターに突きつける。あ、腕力25以上か。くそ、上げとけばよかった。蛇ボールをハンターに突きつける。突きつけちゃったらダメじゃね、これ。腕力0以上だけど。証拠品として突きつけよう。それは、ヘビボール？盆主のヘビごときが散々待たせやがって。だけど黒幕の狙いってこんな小さな石ころだったの？一見小さな石ころだが、高値でトレードされてる鉱石だ。現在の相場は最後のバールの3倍だが、悪用される危険もあるから、基本的には滅多に売買されない鉱石だな。とにかくそのヘビボール持っているならさっさと渡してもらおう。 ATM の修理に必要なのだからな。渡しちゃダメよ。その助手が黒幕なら悪用する気でしょ。やれやれ、ヘビボールを欲しがっているだけで黒幕扱いとはな。ヘビボールが必要なのは ATM の修理に必要だからと言っただろう。ヘビボールを欲しがっているのは黒幕、これを示す証拠品があったはず。なんだろう、ちょっと思い出してみよう。現在の相場は最後のバールの3倍だが、悪用される危険もあるから、基本的には滅多に売買されない鉱石。あ、これを示す証拠品、あ、これね、金の扉ね。金の扉、そういえばムカデの言ってたヘビボール取引相場最後のバールの3倍額って、金の扉の開場条件7770ゴールドとぴたり一致するよ。ぴたり一致？わあ、ほんとだ、7770ゴールドだすげえ。あ、だからハード税で2590ゴールドに値上げしてたんだ。うーわ、面白ぉなるほどね。俺のおかげで謎が解明されたようだな。お前のせいで計算ややこしくなってるだけじゃねえか。とにかく金の扉の要求価格とヘビボールの取引相場が同じ7770ゴールドってことは、黒幕が金の扉を設置した動機、今ならわかるはず。監禁殺人するため、単純に7770ゴールド欲しかった、ヘビボールを買うため、ヘビボールを売らせるため、これです。そうだよ、ヘビボールを売らせるためなんだよ。きっちり7770ゴールド要求することで、客にヘビボールの売却を促してたんだよ。忘れてはいないかな。その監禁用の、その監禁用の金の扉は、1万ゴールド以上の価値があるものだ。8000ゴールド弱の金でヘビボールが買えるなら、監禁なんて回りくどいことせずに、高額で募集をかければ済む話だろう。ヘビボールは悪人に悪用される危険もあるから、非常事態でもない限り売られない代物だよ。だから無理やり非常事態を作り出したってわけね。ではヘビボール持ちのヘビがボールを旅館に売らなかったらどうする？今回のレアヘビ客のようにな。売られなかった場合の保険が、遺体の検視でヘビボールを摘出する手段なんだよ。その手段が有効なのは、ヘビボールを持つレア種のヘビがたまたま殺されればの話だろう。だけど実際レア種のヘビが2匹とも殺されてるよ。おまけにそのデブヘビも毒リンゴで殺されそうになってたっけな。ヘビメタの件もそうだが、殺されるかどうかは結局運次第だ。肝心なレアヘビが殺されなかったらどうする？レア種のヘビからヘビボールを奪うために黒幕が取った作戦は、自分でレアヘビを殺害する、レアヘビを5人逮捕する、こっち作戦です。
そうだよ。冤罪でもいいから捕まえさえすれば、所持品検査でヘビボールを探し出せるよ。その証拠でもあるのか？証拠がないならそっちこそ冤罪だぞ。まず最初のヘビ殺害事件の、まず最初のヘビ殺害事件で5人逮捕されたのは、ヘビメタでしたね。あぶね、ヘビ大型種になるとこだったわ。そうだったよ。ヘビメタが5人逮捕されそうになってたよ。そのヘビメタ殺害事件で5人逮捕されそうになっていたのは、ヘビ大型種。そうだよ。5人逮捕されたよ。次のシェフ殺害事件で5人逮捕されそうになったのは、ポイズンスネーク。そうだよ。このメンツの中ではレア種のヘビメタ、大型種、ポイズンスネークが3種立て続けに狙い撃ちされてたよ。ヘビボールを持ってそうなヘビを狙って5人逮捕するつもりだったんだよ。あの時点では容疑が濃厚だったまでだ。攻撃力や毒、金属製刃物などの証拠もあっただろう。なんか口回んなくなってきたわ。黒幕の目的がヘビボールなのは間違いないよ。ヘビボール入手方法は3通り。ヘビの死骸、5人逮捕からの取り調べ、そして相場7770ゴールドでの売却を催促する作戦。この3通りの入手プランで確実にヘビボールを奪取する作戦だったんだよ。その3通りの入手プランを全て買いかくった俺はレアヘビよりすごいってことだな。ふん。3通りか。3通り程度のプランで済むならここまで苦労しないって話だな。犯行を認めたってことね。逆だよ。そろそろ本気で反論するかね。来るよ。要注意だよ。探偵君、君の推理は欠陥だらけなのだよ。ヘビボールの入手が目的でわざわざ金の扉で監禁したという推理だが、旅館の客誰もヘビボールを持っていなかったらどうする。無駄手間もいいところだ。閉じ込められたからには黒幕側がヘビボールの有無を知ってたはずだよ。まず我々がこの旅館に緊急派遣されたのも捜査令状に基づいてのもの。つまりは国からの要請だ。そして捜査令状の任務内容もヘビボールなどではなく凶悪犯の逮捕を目的としたものだ。まさか国家ぐるみでの犯行とでも言う気かな。黒幕の思惑通りに捜査令状が出されている件、国家ぐるみの犯行なのか。まあ、これについては今はまだわからないとしか言えないです。おいおい、つかねえな。さっきまで探偵ぶってたくせに急に逃げ腰になっちまったか。煽ってくんじゃねえな、ハンター君よ。ここでよ、国家ぐるみだって言ったらボコボコにされるだけなんだから。お前出番が欲しくなったからっていちいちシャシャリ出てくるんじゃねえよ。戦いが長くなりそうだから適度に茶番タイム入れてやってんだろうが。ありがたいね。ハンター君のね、喋り方すっごい楽なんだよね。ブラックドクター君ね、めっちゃ噛むのよ。その長い戦いをさらに長くしてんのがチビなんだよ。まあ取れたかは十分だからこれぐらいでいいだろう。ののしろう。ののしったら倒れちゃった。ああ、精神的ダメージで倒れちゃったよ。意外とメンタル弱いタイプだったよ。邪魔な味方が生き残っているとはいえ、いつものヘビ探偵と違って苦戦してるな。対戦相手はいつもと同じよ。もともと刑事よりも助手と対戦してたようなものだったからね。とにかく情報が足りないってことは、まだ解決してない事件が残ってるんだよ。そして全ての事件が解決した時に足りないピースが埋まるはずだよ。まだ解決してない事件といえば、そうだな、どれだっけ。ヘビメタくんか。深夜のヘビメタ殺害事件。深夜のハンター殺害事件。ハンターは死んでないから、今回はヘビメタくんが死んだ時のやつだね、これ。ヘビメタ殺害事件なら解決済みではないか。そこのヘビ大型種の犯行だとな。その事件は5人逮捕のままだよ。決着をつける時だよ。どうあれ過去にボロ負けした事件を自ら引っ張り出してくるとは、ヤブヘビの極みよ。別に今回ボロ負けしてないですからね。通常モードではボロ負けしましたけど、ハードモードでは引き分けになったはずですよ。ボロ負けじゃなくて引き分け程度だったろう。とにかく、ヘビごときの推理では人間様には勝てない現実を思い知るがいいさ。次のヘビメタ殺害事件リベンジ戦に備え行動を選択してね。
じゃあ時間もいい感じですので今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。そうね、ヘビメタ殺害事件に関しても、まあ、前回の通常モードであのハンターがやられたみたいに、地下の電力制御装置を使って殺したんだとは思うが、ただヘビメタくんが被害者になってるからちょっといろいろ変わるかもしれないので、これは楽しみですね。ということで次回に続きます。お疲れ様でした。おつぴよです。バイバーイ。